え、これどうですか、何屋さんこれ。ちょ、許可取りしてきてじゃん、ニポ君。許可取り、撮影許可 OK かどうか。43歳で半ズボンってショート、ドラえもんのキャラクターかよ。俺もさすがに長ズボンで許可したから。どうだ、あ、いいな。ありがとうございます。お金かかる。ちなみに、うん、これってお売りですかね。え、いや、お金持ってないの君。実は今日持ち合わせが、チョコマニさんじゃないんだから持ち合わせないよ今日。まあ、持ち合わせ ないというか、まあ、ないっちゃない。はい、持ち合わせが。え、これ小じきに当たらないの。いや、これ小じきじゃないんですけど、やっぱ先輩だから、うん、後輩におごるのがちょっと顔立てるじゃないですけど、あ、じゃあいただきます。え、ごめん、俺まず何にも言ってないのに勝手にいただきますとか言ってボタン押されてたと思うんですけど。いや、すみません、なんか奢ってもらっちゃう。いや、俺何にも言ってないです。本当申し訳ないな、奢ってもらって。どこに行きゃ。あ、そこに。あ、すいません。ありがとうございます。いや、今日ね、そもそも なんで俺らが集まったかというと、別に慣れ合いで集まったわけじゃなくて、ガチでインド大使館でビザを取りに来たのね。そうしたら、朝の9時から11時までしか、やってないと言われちゃって、んで、しょうがねえから困ってます。千葉からわざわざ来たんですか。そう、千葉県からわざわざ来て収穫なし、片道800円ぐらい交通費もかかったし、最初に調べればよかったな。そうですね、井上さんが分かってんのかと思ってた。いや、俺も、いや、あなた、あ、ほんで今回行くメンバーが一応今のところは野田通りと忍法で、ユノンが行きたいって言ってた、聞いたけど。あ、ユノンちゃん、うん、いいじゃないですか。ユノンさんって行きたがってました。ユノンちゃんいたらすごい。たださ、華やかになる。華やかで、インドってさ、レイプ大国の前でさ、まあ、そういう一面もありましたけど、うん、僕たちで守りましょう。なんか最勇気みたいじゃん。まあ、ユノンちゃんが大坊さん。違う、ユノンが猿、孫悟空。あんた、意地汚いカッパ。あ、サゴ城。うん。で、俺が馬乗ってるやつ。野田が、あの、超破壊、豚。ガンジス川は入るんでしょ。え、一応なんか、だって、見るだけだよ、器なの。入るって聞いたから、俺、まあ、そこまでの覚悟があるっていうんだったらってことで。はい、入るんですか。ガンジス川って入っていいの、ちなみに。いや、なんか、うん、あそこ本当にやばいらしくて、うん、普通になんか足とかつけただけで、うん、毛穴から細菌が入って、うん、感染症を起こして死ぬらしいんですよ、うん、でもインドの人は、うん、それに対する免疫があって、うん、死なないんですけど、外国人がそれやるとガチで死人が出るらしいですよ、調べたんですけど。目に入ったら失明するじゃん。失明しますよ。あ、だから船で渡るんですよ。あ、ね、船で渡るんだ。そう、何食べるの、これ。食べるの、ね、何、まあ、カレーですよ。カレー、カレーしかないですね。ユノンが行きたいって言ったらどうする。それは歓迎しますよ。ユノンちゃんいた方が絶対いいと思う。まあ、女が一人いれば何かあった時に頼りになるからね。何かあった、
あ、ありがとうございます。もしもインドがダメだった場合の次のこと考えてる？万が一インドがさ、ちょっと計画的に無理ってなった場合はさ、次のところ考えないといけないと思うね。行くのは10月。インドがダメだったら、うん、じゃあエジプトとかどうですか？ウクライナって何かあるの？ウクライナはダメです。なんで？今検証してるんですか？終わったんじゃないの？いや、まだ終わってない。まだやってんの？秋元先生、まだロシア軍が駐留してて、うんうん、難民となったウクライナ人が各国に難民申請して、うん、日本にも、うん、サービス？あ、民放の方に載ってなかったんだ。ああ、そう。国に写真載ってなかったんだ。ああ、そう。なんか変だと思う。うん。ロシアいいじゃん。ロシア。ロシアは、うん、プーチンが一見なんですよ。え？プーチン。プーチンがどうしたの？なんか僕、配信でプーチンの悪口いっぱい言ってたから、うん、もし大使館とかに通報されて、うん、なんか向こうにいたら捕まったりしたらちょっと怖いなと思って。じゃあ悪口何て言ったの？プーチンが、あいつがいるから世界が戦争になってて、うん、あいつさえ死ねば世界は平和になるって言ったんですよ。うん、本人に直接言えばいいじゃん。ネットで悪口言うなんて。それを本人に伝える方法すればいいじゃん。いや、そんなことしたら、うん、即逮捕ですよ。ん？ロシアは、プーチンって元 KGB ですよ。何 KGB って？あの、ロシアのスパイ官。ソビエト連邦時代の諜報機関です、うん、まあ、とんでもないことなんです。ロシアか。ロシアはちょっと、俺チェルノブイリ行ってみたいのね。どうなってんのかなって。核爆発が起きてさ、あれからあの土地どうなってんのかなと思って。今近づけないんじゃないですか。うん、リーコさん、もう昨日リーコさんがボコボコに殴られてました。ビッグニートっていうね、彼氏がいるんだけど、ボコボコに殴られて目ん玉が腫れ上がってました。ボコボコ。要は 1.5 事件のことをね、喋ったらビクニが逆上して、妹やお母さんを殴るようにリーコさんに襲いかかってですね、女性の顔面が腫れ上がってましたよ。やっぱりね、女に手を挙げるやつは最低ですよ。最低ですよ、ビクニと。最低だよな。女の人は殴るって人間じゃねえよ、お前、本当に。僕だって妹殴ったこと一度もないですよ。本当に？本当ですよ。ていうか、妹と最後に会話したのいつ？ばあちゃんの葬式だから、20年ぐらい前かな。20年以降、聞いてないんだ。まあ、うん。俺と一緒だよ。俺も結婚式の時に、よかったぞって言ったらありがとうございますと、その会話が最後だよ。8年前の、あ、9年前かな、うん、
え、なんか妹の結婚式とかなんか呼ばれた？一応呼ばれたんですけど、うん、行かないって言ったらあっそうって言われて、うん、そこから誘われてない。あ、妹の結婚式に普通行くのにもかかわらず行かないって言ったら、うん、そしたらあっそうって言われて終わっちゃったってことね。そうなん、普通さ嫌でも行くじゃん。でも行かないっていうさ選択したことがすごいよ。佐田さんは空気読めてお父さんに怒られてちょんとしょげてました。でも僕本当は行きたかったんですけど、結構無理やり止めてお願いしてくれたら行く予定だったんですけど、だから本当は行きたかったんですよ。本当は行きたかったんですよ。僕誰の結婚式も弟の結婚式なんか呼ばれててもいないか。弟いるの？弟いますよ。弟と妹がいるの？はい、これこのサーブ違いますよ。ちょっと心配なのがインドにその薬持ってる、持ち込みできるの？いや、ちゃんと処方箋があるんで大丈夫なの？はい、お薬手帳とか持っていけば、うん、いけるから。でもあまりいても。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。行きましょう。いやお腹いっぱいになった。お腹いっぱいですよ。まあね、今 いくつだっけ。僕44です。え、44歳になったの？はい。え、俺とそんなに変わらなくなったんだな。あ、俺が46で君44で、はい、うん、こんな年になったら誤差みたいなもんです。え、誤差みたいなもんじゃないですか。こんな年になって言ってる。だから別にタメ口とかでも合計100歳ってか、神山って。じゃああなたももう朝礼配信者になるんですね。